深夜のバカ力スタッフが選ぶ2010年ベストフリートーク。というわけでですね、まあかの天才伊集院光が昨年2010年にのたまわれた珠玉のフリートークの中のベストオブベスト、キングオブキングス、 You are king of kings だけを担当するためにカラオケボックスに来た人話の方を脇道にそれましたけども、もう計算上2時をかなり回っちゃってるんですよね。あー、かなりコーナーこれ飛びますね最初で最後のメジャーリーグ三冠王カール・ヤストレムスキー物語のオンエアがこれ危うくなっても大丈夫ですかこれまあですね、話戻しまして、このベストフリートークですけどもね、あの伊集院光さんのダブルミーニング、トリプルミーニングね、そして眼蓄、笑いはもちろんのこと悲哀ですよね。あと、一旦400字詰めの原稿用紙に直して、斜め読みすると特定の政治家に対する罵詈雑言ね、そういうものが全てこう入ってるこのトークをリスナーの皆さんは多分ね 120% 汲み取っていただけてると思いますよ。一旦全部をアルファベットにローマ字表記にしてから組み替えると、目次録みたいな予言書になるみたいことまで皆さんも、理解していただけると思いますけど、ガラスの向こうのクソ虫ドクソ虫クソ虫手塚クソ虫よお前、虫って書いて最後無だけどなお前な、本家の手塚治虫と違って便所の落書きみてえな漫画しか書かないお前らですよ、お前らに何がわかるんだっていうまあそのですね、クソ虫どもが選んじゃおうというコーナーですね。さあ、じゃあその3種類の昆虫をご紹介します、構成スタッフの渡辺正史大先生、そして、プロデューサーディレクターの池田隆雄翔先生、そしてアシスタントディレクターの金子くん先生のですねあいつのフルネーム知らないし覚える気もないです。でさらにミキサーの岡部さんなんですけど、今回ですね審査員の方を依頼したんですけれども、謙虚な方なんで面倒くさい聞き直すのが面倒くさいっていう、まあ、しかも麺はほとんど聞こえない毒性っていう毒性もうほとんど聞こえなかったですね、毒性で、あーってね、ご参加いただけないということでですね、この3人に、自分のもベストのフリートークっていうのを選んでいただきました。ね、何度も言いますけど、リスナー様ならつゆ知らず、お前らのようなプラスチック製の屎尿タンクの中で生まれ、屎尿タンクの外を一切知らずに一生を終えるクソ虫どもこと大先生、どっちなんだよお前それじゃあですね、早速個人個人がベストに選んだ3作品を紹介していきたいと思います。それじゃあまずはですね、私の前に今日も座っております構成担当渡辺大先生が選んだ2010年ナンバーワンフリートークは、まだです、まだですよ、このドラムロールに続いてオットセイの鳴き声の音が入ったら発表ですよ。はい、
構成担当渡辺先生もこの音だよこの音だよ死にそうなジジイみたいなのやめろこの音を切らないと発表しづらいだろ構成担当渡辺大先生の選んだ2010年ナンバーワンフリートークは7月19日放送タップリッチバーマンゴー事変こちらはですね、私伊集院光がこの番組の中でこの夏注目のうまいアイスとしてトークした、タップタップリッチ果実バーマンゴーっていうのがですね、なんかこの話をたまたま聞いてた、人伝えに聞いた、販売元のサークル系サンクス様から、30本、1ケース30本も送られてきたんです、僕宛に。で、このホリプロに届いたこの物を、楽しみに待ってる私、伊集院の前に立ちはだかったのはですね、この2010年の春から伊集院に就いた、小僧マネージャーこと、おっちょこちょいの新マネージャーだった。ゴー君とノリ君と僕で3人でこれトボトボあった。まあ、その水曜が暑くて暑くて、ヘトヘトになっちゃって、うわ、暑いなって言いながら、ノリ君に、そういやお前、タップリッチ、果実バー、知ってるつって、なんすかそれ。昨日事務所にすげえ届いてさ、30本ぐらいあるらしいからさ、今度家来たら貸してやるよ、なんつって言いながら歩いて、しかし暑いな。こう暑いと、本当はお前らと怖い話したかったんだけど、怖い話もクソもねえな。暑いって言葉しか出てこねえな、つって。で、まあその、タップリッチ、果実バーがどれだけうまいか、そして今どれだけ熱いか、みたいな話をしながらその日は帰ったわけ。したら木曜日の朝に、うちの神さんが、あなたちょっと起きてっつって。変なもんが届いたの。うちに変なものが今届いたの。宅急便で変なものが届いたのよって言われて、何っつって起きたら、あのね、ホリプロから、アイスキャンディーだと思うんだけど、大量に、通常の宅急便で届いてるんだけど。いや、それは俺が送っ、何言ってくれもう一回ちょっと言ってくれるか。今、ホリプロさんから大量の、多分元はアイスキャンディだと、だったものだと思うんだけど、通常の宅急便で、普通の小荷物として届いてるから、全部溶けているんだけど、そんな怖い話はないってと。そんだって俺昨日お前にも言ったよね。届くから冷蔵庫のスペースを開けておけと。これは、大変俺が気に入ってるやつだから、俺の断りなしにお前は食うんじゃないぞっていう話もしたよねっていう。それが、袋に入った、袋ジュースだよね。袋ジュースとして。もう最初何の呪いなんだろうと思って。なんつったんだろう楽しみにしてたアイスを開けたら、全部なんつうのかね、くたってしてる。わかる？そのアイスの、はいっつか、シャゲーンって書いてる。アイスって大抵そういう行列で入ってるじゃんか。それが全員がもたれかかった感じで何すかアイスってっていう感じの熱いっすわ。僕は細かく切ったマンゴーと汁ですけどもっていう感じになってるわけ完全に。うわ、これないわと思いながら、そのマネージャーのその小僧に、宅配便にはクール便の冷凍便っていうのがあるのは知ってるかなって一応メールをしておいたんですけど、まあなんでしょうね、ことの重大さに気づいたのかな、一切連絡がないような状態でいやーしかしね、このマネージャーには随分ね、なんでしょう、いろんな話題を提供してもらいましたよね。なんかね、変わってるっていうか、多分
分前世かなんかの因縁があると思うんですよね。であいつがまあ前世で武田信玄だったとすると、俺がインドコブラだったと思うんですよね。天敵じゃないですか。多分武田信玄といえどもインドコブラがカプって噛んで死んじゃうでしょね。で逆にインドコブラも武田信玄が刀で切ったら死んじゃうって、お互い天敵の関係なんですよ。なんだと思うんですけど、なんかうまくいかないやつで、まあ、渡辺大先生の選考理由っていうのがございますので、読ませていただきます。小僧マネージャーさんの面白いところがとても面白くて、面白いなぁと思ったからですということで、渡辺大先生の選んだ伊集院光の2010年ベストフリートークは、あいつバカだったなみたいなあのマネージャー使えなかったなみたいな話でした。さあ、続いてですが、プロデューサーディレクター池田大先生が選んだ2010年ナンバーワンフリートークは、まだですよ、まだですよ。このドラムロール引っ張ってる間にリスナーの皆さんがああいうのもあった、こういうのもあったと思い出す時間ですから、想像する時間ですから。そしてあのホットセイの鳴き声の効果音が入ったら発表ですからね。ここです。ドラムロールの後はダンでよくないですか。ダンの方がしやすくないですか。まあ掘ってんの、掘ってんの気持ち悪いのね。何なの、嬉しいの、お前は何なのね。TBS のその効果音のライブラリーには何の仕様、もう一匹いる、もう一匹いるしよ、そこに何の仕様の、何の時に使用するためにこれが発表します。6月21日放送、エロクドソレイユ、エロクドソレイユインラスベガス事変。ロスで行われたゲームショーの取材のついでに立ち寄ったラスベガスで見に行ったズーマニティこと下ネタ満載18歳未満入場禁止のシルクドソレイユのショー、まあ、チケットの手配をですね、同行した池田プロデューサーディレクターに頼んだのだが、ズーマニティって言った、まあすごかったわ。なんかもうあそこまで行くともうエロとかエロじゃないとか関係ないよね。シルクドソレイユって基本的にどんな公演でも頭こうその専用の劇場があって劇場行くじゃん。そうするとみんな開演時間ぐらいになるとピエロ的なやつが必ず出てきて客いじりをずーっと笑わせに来るわけ。で、そのまま客いじりのしてるやつが、まあ、お客さんとコミュニケーションを取るんだけど、まあ、そのコミュニケーションが俺のケツを思いっきりスパンキングしてくれと、とりあえずそういうやつから始まるんですよ。スパンキングしてくれってが始まって、あと、バナナを持ってきては、あの、チンコのところにやって、女の人のお客さんとかに、よろしかったら召し上がってくださいみたいな感じのやつを、なんだろうね、ちょっとフランス座っぽい感じのやつなんですけど、から始まるんだけど、その先がまあすげえんだけど、そこにたどり着く前に大変なことが起こるんですよ。あのね、その取ったシートあるじゃん、入り口のところでチケット見せると案内してくれる人がいて、その池田と俺がこうやってチケット見せて案内してもらったところが最前列のカップルシートっていう二人掛けのラブソファーみたいなやつなのよ。おいで、他の席当たり前だけど全員カップルなんだよね。で、そのカップルの中でも特別ラブシートみたいなやつあいつ買ってんだよ。本当に真っ赤っかのベルベットのソファーみたいなやつところに最前列
だよ。最前列に真ん中に仕切りないんだよ。二人掛けのソファーってところに池田と俺と座ってんだよ。意味わかんなくねそんなの。でもう何なの、なんついに一線越えようとしてんのお前みたいな。このベガスで俺とお前何なので、またさ、チケットで案内してくれたやつが何度もチェックするわけ。ちょっと待ってっていう。で、向こうも、お前ら男同士でこの席に座るはずないだろとは言えないわけ。それは差別に当たるじゃん。だって、いいんだから。池田がどんなに俺の体が目当てでも、それは池田の自由だよね。それを無理やり俺のケツにワセリンを塗り始めたら、ちょっと早いっていうね。池田が俺の気持ちもわからないで、もうズボンを下ろしてグイグイ来ようとしたら、ケタ優しくって言う。それは言うけど。したらもうさ、最初のうちはさ、順番にいじってんのに俺らはいじらないみたいなことも結構あったりするわけ。だけど、まあ舞台で客いじりのコツはわかってるだろうから、俺たちがちゃんと受けてるから、これは大丈夫なんだなっていう判断をしたんだろうね。途中から悪いいじられ方ずーっとしてたからね。もう端っこから、二人掛けで座ってるところを、そのマリージみたいな、結婚してますかみたいなことを言って、イエスって言うと拍手して、まだだって言うと、ふーって言うみたいなやつやって、溜めて俺の目をじーっと見続けるギャグみたいな。この二人の男のカップル同士を見続けるギャグみたいのに、さらされて真っ赤っかになってんじゃん。こっち池田大先生の選考理由ですが、間違って男同士で、カップルシートに座っているところが面白くて面白いなぁと思いました。真面目に先行しろ。ね。まあ、僕は逆に、この池田が、プロデューサーディレクターの池田がこのトークを、自ら選んだことにドン引きです。なんでしょう、その、ハワイで、ハワイの荷物の中にワセリンがある、ありますよっていう、その感じですよね。もしくは一緒にエネマグラを使おうっていう、そういうメッセージなんじゃないかと思うと、僕はね、こう言いたい。まだ早いっていう。さあ、じゃあ最後になりましたけれども、AD の金子が選んだ2010年、ナンバーワンフリートークはまだですよ、まだですよ。そしてあと、オットセイはもうしまっちゃってください。オットセイの CD をもう厳重保管ですよ。ドラムロールの後に、生稲晃子のソロデビュー曲の麦わらでダンスが、フルコーラスかかった後に発表です。はい !4 月19日放送、男子トイレ連続クソヒリッパ事変。私伊集院光と厚生渡辺が10年近く前からちょいちょい遭遇する月曜の夕方9階の男子便所に置き去りにされたうんこ、センサーで自動的に流れるシステムのハイテクトイレなのになぜ、うんこの主は一体、名探偵の名推理が導き出した衝撃の犯人像とは。だ、そもそもそのうんこが流れてないってこと自体が不思議なんだから。で、その時に鍵として現れたのが、便座が上がってる。で、これに関しても、なぜ、わざわざ、うんこを残した後に、ね、全部終わった後に便座を上げて出ていくんだっていう。何かこれは犯人からのメッセージなのかっていう。ね。捜査を撹乱するための、いや、俺たちが悪ふざけで捜査って言ってるだけだと。これに関しては、そこは我に返ったら面白い犯人じゃねえ、それは。だからメッセージもおかしいんじゃねえか。ってことはだ、二つ。あの便器センサーメーカーが、想定してない使い方をしていて、しかも便座が上がることだってなった時に、あなたの家におじいさんおばあさんはいますかっていう、様式にすごく慣れてない世代の人たちっていうのは、
あのトイレをどう使うかご存知ですかっていう。その、便座を上げた便器の位置に2箇所足跡がついてるんです。要は、ちょっとアクロバティックですけど、便器の上に立って、和式便器の仕方でうんこをする人はいるんです。その仕方をおそらくセンサーは想定してないんです。で、おそらくそういう、おじいちゃん、おばあちゃんだと、どう真実を受け入れるしかねえんだよ、真実を受け入れるしか俺らはねえんだよ、もうねえんだよの場合、あのセンサーが働かなかったからといって、センサーの、その、なんていうんですか、その受光部分に手を差し伸べて流すみたいなことは多分想像できないと思います。それをどうしていいのかわからないと思います。また、汲み取り世代でもありますから、それも別にいいんじゃねえのっていう感覚を持つと仮定した場合、この4月の第1週の改編を超えても、続いている連続うんこ。そして、かなり長寿番組である我々が、長きにわたって見ている連続うんこ。月曜日に、録音スタジオを夕方まで使用する連続うんこ犯。この犯、わ、CM か CM なのか、この犯人は、やめてやめて、やめて、やめて、お前やめて、お前やめて、やめてやめて、お前やめて、お前やめて、やめて、お前やめて、お前やめて、ジャンク。AD 金子大先生の選考理由です、まさか犯人が小沢昭一さんとはびっくりしましたお前言っちゃダメだろお前ただわかんないのは小沢さんか小沢さんの関係者もご年配の方多いからわかんないのにあのウィキとかに書き込んでるバカとかいるよね、これね。で、最近ね、ないんだよね。だから、回り回って、その、犯人に、の耳に入ったんじゃねえかっていう気はするんだけど、怖くて、聞けない。月曜ジャンク一丁に光る深夜のバカ力から4年ぶりだよ録音特番小錦をもう一声痩せさせたようなコールガール出現の巻